どうもこんにちは、鈴川彩子です。本日はですね、こちら高知県にあります JR 高知駅前に来ております。私たちは今からこの高知駅からですね、四国土佐時の夜明けの物語という観光列車に乗車したいと思います。じゃあ行ってきます。四国土佐の四国はこれですからね、もう幕末志士のね、四国土佐ですから。そして時もね、時代と書いて時と読む。今私たちの目の前に見えている幕末の歴史を象徴する黒船と、後ろ、龍馬たちが水平の向こうに夢見た新しい時代、時の夜明けを連想させる空船、色使いが全くね異なったこう2両編成で運行しております。おーすごーい、素敵。でちょっとグループ的な感じで内側を向いてね座れるようにもなってます。ちょっと細かいところいろいろ素敵よ、ライトとか。ここ見て、プロジェクターで、これ今のリアルタイム、リアルタイムで今この全面展望ですかね、ここに投影されても、心ごろなんかちょっと船で航海をしているような気分が味わえる。ほらすごいさね、なんかね、本当にこっちから見たらね、すごくいい感じで天井が青くなってることで、ちょっとこう海のね、青空なんかも連想させる。へえ、面白い。コンセントありますよ、ここにね。すごい、さすが最近の車。2020年7月からですね運行しております。まさにこのコロナ禍にねデビューということですが、特にこのごめんなハリ線ですね、ここのね乗車率、その DC の時にすごくこう人気が高かったということで、2022年の10月から12月までの間ですね、この土佐黒潮鉄道さんに乗り入れて那覇里までのこの往復もね設定されてるということで、今後もねあるんじゃないでしょうか。きらめきのショー、お食事がこれありますけど、お食事には事前の別の、ね、ご予約が必要になります、ね、この別途このお食事はご予約が必要ですということで、また、ね、メニューの内容に関しては季節によって変わります。今回は高知からごめん、安、秋、那覇里、こっちですね。で、通常というかこちら久保川までのこのね往復がねメインとなっておりますが、いいですね、那覇里まで行ける。おー行ってきまーす、ありがとう。高知駅進行方向左側、行ってきまーす。駅をご利用のお客様や駅係員がお見送りです。行ってきまーす、ありがとうございます。あーすごい、皆さん手を振っていただいて、行ってきまーす。高知駅ありがとう。こちらの広場もすごい。おー、あ、スマイル駅ちゃんだ。やっぱりね、お見送りとかお手振りなんかもね、この JR 四国さんの観光列車の楽しみの一つですから。これ椅子もね、これ今教えていただきました。ここにレバーがあってね、ちょっとこう回転することができちゃいます。いいじゃん、自分の席から反対側のね景色、車窓も見れるっていう。あ、いいですね、すごい、こんなにぐるっと回れるのはすごい。あの柳瀬隆先生がですねデザインされたごめん駅尾くん、この辺りのねキャラクターたち、すごい、各駅にいる。あ、各駅にいるんだ。私ごめん駅尾くんしか知らなかった。素敵な、おーすごい、確かに彩りがとっても素敵です。室戸の金目鯛煮付けとか、安メロン、あと柚子ですね、秋ナスのたたき、すごい、土佐湾東海岸さん、流れ湖、ご飯が、あ、これがだから土佐湾東海岸さん流れ湖と土佐生姜の炊き込みご飯なんで、いただきます。
しらね、すごいさっぱりしてて美味しい。これもやっぱりちょっと柚子の風味も効いてますね。美味しい。麺駅王くんのね、オブジェがね、ホームの先のところにあります。ここから先が土佐くろしお鉄橋さん、ごめんなはり線です。で、ごめんとなはりを結ぶごめんなはり線、ありがとうございます。行ってきます。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい、かわいい幼稚園の皆さんが見送りしてくれてます。2号車に関してはお席の感じがですね、基本的にもう全て外側を向いてのお席になってますね。天井が違うよ、星のきらめきがね。やはりこう 4K、ね、新たな時代、時の夜明けということでですね、先ほどの1号車とはまた違った感じ、星空のイメージがね、天井になってます。ここにモニターがあったのか、すごい。これリアルタイムですね。今まさに全面展望の映像がリアルタイムでこちら流れております。こちらが柑橘飲み比べセットということで、もうこの3つがねセットになったものですね。小夏柚子分担高知の柑橘飲み比べセット1500円です。パパは日本酒ですか。いいね。なんかこの説明の紙もついてますよ。一本釣り西岡酒造一本釣り、不思議な感じ、すごい甘いんだけどこう渋さも感じるというか、美味しい。全然違う。小夏はもうかなり酸味が強いです。ちょっと思ってた柚子よりもなんかこのすごいよ、ほら果肉感というか、特に、ま、あの粒が入ってるってわけじゃないんですけど、ちょっとこうやっぱり舌触りがねさらっとはしてないの、すごい柚子こんなに濃縮されてて、ほんと柚子そのまんまって感じ。この車両のさ、これもすごい素敵なね、あの土台紙でねありますから、車両のこれもちょっとね、おそらく持って帰って大丈夫だと思うのでね、いいね。これぜひ頼むべきですよ皆さん。江南市サイクリングチームの皆さん、あ、すごい自転車で、すごい並走してありがとうございます。またこちらでは朝どれの新鮮な農産物や加工品などを取り扱う道の駅安物。すごい旗を持って、ちょっとまだお食事途中だけど、お結構ギリギリだ。こっちはこちら空船です。2号車空船、おーかっこいい、いいね。こうちょっとなんかああいう時計のさ、ね、なんていうの、ゼンマイっていうの、なんていうんだろう、ああいうデザインが本当素敵。せっかくなの、あそこかな、もう目の前に見えてる道の駅。おいいね。あ、これを絶対降りた方がいいよ、外から見れる、いい目線でこのちょっと上に見上げる感じ、素敵。さあこちら道の駅やすです。美味しそう、メロンだって、欲しい。本の夜明けぜよ、メロンも買っちゃいましたここすごいいいよ、本当にフォトスポット、絶好のフォトスポットです。あ、いいじゃない、ここのなんか階段の感じ、あったかい。これ黒なの、本当に茶色じゃ、茶色黒、あ、でもこうなんか、あ、ちょっとなんか木で作ってあるみたいな感じなんだね、木、木目調風の
ラッピングがされてますね。だから本当にもう黒船がね日本にやってきてさ、その時のこのなんか新たなやっぱり時代が始まる感じっていうのがねいいですよ。こうワクワクか、なんかこう西洋のさね、日本にはなかったこうデザインだったりとか文化っていうのがこれから発展していきそうな感じ、いいね。あーすごい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。いやーいいですね、この紙のねタップスリーブもね、こちらオリジナルのロゴの描かれた素敵な、飲み終わったので飲み比べセットちょっとこの 窓際に置いてみました。今この向きでまさに走ってますよ。いいね、すごい、砂浜が続いてます。いいですね、進んでいきますよ。車内販売はあのお飲み物お食事だけじゃなくてグッズもありますね。この今まさに私たちが使ってるランチョンマットじゃないね、同じもの。お子様向けサービスっていうことで絵本、取り皿、スプーン、フォークの貸し出し、ミルク用のお湯もね、お借りできるということで、やはりこう全然ねあの小さなお子様連れでもこうウェルカムっていう感じですね。いいですねそう、私のね祖父が、おじいちゃんが昔こう阪神タイガーさんでねこうキャンプの時のコーチ的なことをやってました。ここ来てましたね、秋のねキャンプ。おーすごーい、球場前。うん、あ、高校？あ、すごいすごいありがとうございます。おー、秋駅、うん、そうですよね、24日から、はい、またお世話になります。あ、ここちょっと見れるね、でもね。おー、基本やっぱりもうホームピンピンでね、2両ぴったりですからね。秋歌子ちゃんかわいいゆず見てゆずかわいい、知らなかった。ごめんなハリセン、このね土佐クロさんのグッズなんかもありますね。各キャラの各キャラクターでやっぱり皆さんも推しがいるんですかね。ねえ楽しいですね、各途中の停車駅とかでもさいるかなって見るの。今はここよって言ってる、こっちにもいっぱい止まってる。おーかわいい、あタイガース列車が、おーあすごい、あれかわいい、お魚いっぱい書いてある。あ、あれがオープンデッキのやつかな。うん、おー、きれい、おー、いいねー、はーい、あ、右側もいい、通ってきた方もいい、すごーい、きれい、おー、いいね、こうラストスパート。ご紹介させていただきました。皆様はこの旅の中で何が印象に残りましたでしょうか。うーん、何か一つでも皆さんからのこう温かいお見送りお出迎えだったり、お食事も美味しかったですね、すごくね。これだけ豪華なお食事を車内で、ありがとうございます。でもこれ本当にさコースごとにさやっぱりお食事の内容も変わりますしね。やはりあの雲川に
行く方がね、高知久保川間のこの往復がね通常のルートではあるので、そっちもやっぱり気になりますね。こう見えてくる景色なんかもね全く違いますから。でもやはりこの那覇行きいいですね。太平洋沿いを走って途中のね停車駅もねありますし、おー、あー、着いた。ありがとうございました。那覇駅到着しました。さあということで、JR 四国さんの観光列車四国土佐時の夜明けの物語を乗車させていただきました。 JR 四国さんの物語シリーズね、本当に車両のデザインもそうですし、お食事もそうですし、そして音楽とかグッズもですね、本当に素敵な、ものがたくさんあって、いやいいですね。特に、まあ、今回はですね、この高知から那覇まで、ちょっとね期間限定で今は運行しているコースね、きらめきのショーに乗車させていただきました。やはりこう沿線の皆さん、各駅でのねこうお出迎え、お見送りなんかもすごくこう嬉しくなるね、これぞ観光列車っていう感じの車両ですしね、やはりもう本当景色がとにかく素敵なので、ぜひですね皆さんも、通常は高知久保川の往復でね土日祝日中心に運行してますので、ぜひぜひ皆さんも乗ってみてはいかがでしょうか。お食事も絶対予約してね、あの素敵なお食事召し上がった方がいいと思います。とても美味しかったです。わー、ありがとう。ということで JR 四国さんの四国土佐時の夜明けの物語号でした。ありがとうございます。ありがとう、すごい素敵。